皆さんお元気ですか？菅野直樹です。今日もチャンネルに合わせてくださりありがとうございます。9月4日金曜日、今日は運命か摂理かという題でお話しいたします。毎日私は説教の準備をしています。そうすると、だんだん慣れてきて短時間で準備が終わることがあります。しかしですね、この文章として準備する説教、慣れてくると気が緩んで、結構ね、この前後関係がおかしかったり、あるいは誤字脱字が生まれてくることがあります。以前こんな説教を書いたんですね。罪と悪魔と病気と呪い、その罪っていうところにね、妻ってしちゃったんです。それに気づいてね、言ってくれた人もいれば、いやー、神学博士の菅野先生の言うことだ、きっと深い意味があるんだろうみたいな、ある人は全く気づかなかった人もいます。正解は妻じゃなくて罪なんですけれど、この誤字に気づいた人はですね、おかしいなってこう思った。でも反対にね、おかしくないって思った人はね、イエス様はこう言ったんですよね。あなたの父母妻子、そういう家族を憎まなければ私の弟子にならない。大変だな。それはね、憎むとか愛するっていうのは優先順位なんですね。神を第一にせよ。家族は大切だ、でもその次だ。そのことをね、言ってくれた人がいて嬉しかったな。つまりそれだけ真剣に私の文章を読んだり聞いたりしてくれてんだな、そう思いました。以前ですね、親しくしている S 学会の信者の夫婦の人に自分の辛い経験を話したときに、それは運命よってこうね、一刀両断にバサッと切られたことを思い出します。運命っていうのはね、じゃ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 ーん、じゃ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 ーん、なんか暗い感じがしますよね。その時はね、クリスチャンになりたてなんで、運命って言われたってね、なんかおかしいなと思いながらね、反論できませんでしたけれど、後で、聖書って運命教えてないな、そう気づきました。聖書が教えてるのは運命ではなくて摂理だって気づいたんですね。で、摂理を辞書で調べてみると、摂理とは創造主である神による被造物への計画配慮である。いいですね。で、ウィキペディアを見てみたら、キリスト教において摂理は人生の出来事や人間の歴史は神の深い配慮によって起きているということで、聖書に基づいたキリスト教の人生観を言い表している。そしてローマ8章28節、万事益、その言葉を印象しています。人生において誤字脱字やね、ちょっとした間違いからね、大きな取り返しがつかないような失敗、過ち、それを犯したときに、それは運命です、じゃ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 ーん、そう言われたらどうでしょう。それより摂理、神の配慮だ、神の深いおもんばかりだ、大きな違いがありますよね。今日あなたの価値観はどうでしょうか。過去のマイナスの出来事、プラスの出来事、それらすべては運命と捉えているでしょうか。それとも摂理でしょうか。運命ならマイナスはマイナスでしかないので後悔します。しかし摂理はマイナスがプラスに変わるので大丈夫だ、これでよかったんだ、これでいいのだ、これでいいのだ、元祖天才バカボンのパパだから。天才バカボンのパパってね、バカなようでね、賢いですよ。これでいいのだ。皆さん、摂理ってそうなんですよ。起こったすべてのこと、これでよかった、これでいいんだ。皆さん、
どう信じるかであなたの心、天国か地獄、どちらにでも変わります。神は良いお方です。 God is so good。 神が良いお方だと信じて、その良いお方が良いことをしてくださると信じていきましょう。そしたらあなたの人生は喜びと幸せでいっぱいになります。主は素晴らしい、主は素晴らしい、主は素晴らしい、したいと思います。ありがとうございました。素敵な一日でありますように。ごきげんよう。さようなら。